はい、皆さんこんばんは、シスです。サガザステージ記念ボックス表層真相、皆さんどちら回られてますでしょうか？私はね、もう真相一択なんじゃないかなというふうに思ってます。というのも、真相はステアップ2回あるらしいんですよ。まあ確かに4ラウンドで2倍長いんですが、まあ、ポチポチの回数少なくて済むし、判定2回あるのであれば、まあ、断然こっちの方がいいんじゃねと。で、問題は4ラウンドになって、じゃあパーティーどうするのよっていう話なんですが、これね、多分リアム1体いればなんとかなるんじゃねっていう。でもリアム1体でいいんじゃねえ構成を今してます。器用さ 50% 上がる位置にリアム置いて、まあ最初に動くようにしつつ、とにかく火力重視装備にする。そして、リフレクトパレードを継承してきてる形ですね。もちろん引率1でリアムだけで4ラウンド全て突破することはできないんですけども、まあなんといってもほぼほぼ全てリアムくんが瀕死にしてくれるんで、あと4体は適当に育成したいキャラ入れておけばスキルレベル、技ランクアップにもなる。今ちょうどレオナルド育成中なんで、技ランク上げ兼ねて入れたりしてますね。で、微妙に足りないんだけど、まあなんか適当に育成キャラ入れておけば、こんなレオナルドみたいに強いキャラじゃなくても全然大丈夫。適当な育成キャラでポンって最後リアムの後、うわ、先動いちゃうか。ここ、アンチマテが先に動けば、アンチマテだけで終わりますね。で、獅子走りが先に動いちゃったんで、本来であればここも獅子走りで終了のところでしたね。一応もう一回やってみる。レオナルド早く動きすぎてたから、ちょっと素早さ下げておこうか。いや、マジでね、レオナルドみたいな強いキャラじゃなくても全然ダメージ足りてると思います。リフレクトパレード、まあ、追憶武器装備してるっていうのもあるんですが、ほぼほぼ瀕死まで追い込めてるので、何か適当な全体技ここで入れつつ、2ラウンド目。で、クイックドローでも、まあ、ほぼほぼ瀕死まで追い込めてるので、まあ、連携しちゃうし、まあ、いいでしょう。いや、強えよな。なんか適当な技をポンと1個打ってあげれば大丈夫と。で、3ラウンド目。リアムが最初に、素早さ調整したんで、リアム最初に動くでしょう。アンチマテリアル。で、これが、一発突破20万ダメージ与えて、で、4ラウンド目。またリアムから、適当に動かしていくと、こういう感じで一応引率リアム1、育成枠4みたいな形で、まあ7手周回か今で。もっと技ランク上げたかったら、あえて、リアム以外の攻撃力落としてみんな動くようにしたりとか、いろいろ調整効くんじゃないかな。とりあえずリアムだけ入れとけば。私は今レオナルドの横上げ、横技上げしながら、残りの3体はもう技ランク上がんなくていいやと思うキャラを入れて、リアム、レオナルド2体だけ動いていくような構成をあえて作って回ってますね。という、まあとりあえずやり始めて、適当にこんなんいいんじゃねっていう構成でした。ぜひね、皆様のおすすめ構成っていうのも教えていただけると嬉しいです。で、私は、他に何かやりながらポチポチしてるんで、なるべくポチポチ回数を減らしたい、と思って、真相やってるんですが、もしね、表層の方がやっぱおすすめだよ、みたいな方いたら、おすすめの理由、教えていただきたいです。そしたら、私、それによっては、確かに、表層の方がいいな、って言って、明日から表層を回ってるかもしれません。というわけで、今回短いですが、以上になります。ガチャ、今回のね、新ガチャの評価、スタイル評価動画なんかも出していますので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。ではご視聴いただきありがとうございました。